はいどうも、アキです。白猫プロジェクトをやっていきます。はい、本日の動画はですね、プレイ動画とガチャ動画の半々になるかなと思います。はい、昨日からですね、黒猫コラボのキャラのモチーフ武器がいきなり星5で、登場しましたね。はい、で僕は今回ミコトちゃんとルシエラちゃんを引けたので、昨日の動画でまあ、その二人のモチーフ狙いで30連したんですが、まあ、モチーフはです。他の武器が、星4、星5、5つぐらい出たという、4つかな ?4 つ、5つぐらい出たという感じでした。はい、で、僕は動画の中でね、ルシエラちゃんの方をね、交換しようかななんて言っていたんですが、コメント欄見るとですね、まあ、ルシエラちゃんのもいいんですが、ミコトのがね、非常にいいですよというコメントをたくさんいただきました。で、ミコトのモチーフがですね、どこが強いかと言いますと、オートスキルで炎属性と水属性の、ダメージが2倍になると。で、かつ、属性値水10を持っているので、普通の、こう、通常攻撃にも属性が入ってくるっていうところで、本当にミコトちゃんになっているんですね。っていうのも、ミコトちゃんはオートスキルで、敵を1体倒すごとに上限10体までプラス 100% 炎水属性が強化されると。なのでまあ 1000% までいくのかな。で、それが2倍なんで 2000% にモチーフつければなると。で、アクションスキル1で、1にともに炎属性、水属性のダメージっていうね、素晴らしい相性の良さになっていると思います。で、僕たまたまですね、なんかアクセサリーがですね、見ていただくと、はい。炎属性、水属性ダメージ、プラス 10% っていうのを持ってたんで、それもつけて、結構なのでね、僕、ミコトちゃんいい感じになるんじゃないかなと思うんですよね。で、今ですね、シガーリーヘブンっていう今ちょうど協力できてるやつで、強化することのできる武器を使っていてですね、まあこれは結構 SP 系の武器なんですけれども、まあ一応炎属性のね、属性値も持っているので、まあこれ一応つけてるって感じで今やってます。まあとりあえずこの武器で、ちょっとやってみますか、クエスト。ちょっとまだ、ここの、まだスイーツ級しか行けてないんで、じゃあここの最後もでもやってみましょうか。はい。でですね、まあ、ミコトちゃん普通にこうやって使ってみると強いなっていうのがご覧いただけると思うんですけれども、唯一ね、あれなのがやっぱ、ヒットポイント回復できないっていうのがね、もう最近のその、キャラ性能的に言うとちょっとあれなのかなと思ったんですけど、ミコトちゃんのモチーフ武器はヒットポイント回復に武器スキルで、防御力アップ的なのもあるのかなっていうところで、そこの弱点もね、補えてて非常にいいなと思うんですけど、まあ、とりあえずじゃあこれでやってみますか。で、基本的にミコトちゃんはアクションスキル1打って、そしたらなんか触れただけで敵を攻撃してくれるなんかが出てくるので、まあ、それを使いつつ、SP を回収していく感じかなと思います。で、これもうご覧いただけたらわかる通り、敵を倒すたびに属性値がもう10体ぐらい倒したかな。属性値が上がっていってですね、普通の武器の攻撃でも相当なね、属性値出すことができます。はい。でですね、こういうあんま雑魚には使わなくていいんですけど。で、あれですね。スラッシュ決めれば何か強化もされる。なんだったっけ?スラッシュ。おっと、食らっちゃった。で、ちょっと強い敵にはもうアクションスキル2放てば、これ裏から入ったらもういいかな。あ、もうこれ属性値だけで十分でしたね。はい。なのでですね、例えば土偶の中身とかももう炎属性持っていたらですね、武器で。炎属性の属性値持っていたらですね、なんと、もうほら、普通に攻撃するだけで倒せちゃうっていう。結構硬いイメージあるんですけど、土偶の中身も。っていうね、本当にとにかく、ここで僕がですね、主張したかったのは、とにかく水属性と炎属性の属性値に強化したキャラ、特化したキャラクターであるということですね。で、そのモチーフ武器がさらに、その特化を進めてくれる、そういう印象ですかね。この、なんか、触れるだけで当たるやつも属性値持ってるんですよね。ほら。もう、異常な強さ。ただね、こうやってヒットポイントをちょっとね、削られた時に、自分で回復する術はね、ないですよと。もうこれ、触れてるだけで多分倒せる、道具の中身。ちょっともう、いいかな。終わりかな、これで。もういいよ、道具ちゃんと戯れるのももういいかな。はい、ちょうど終わりましたね。はい、というわけでですね、もうその、一番の強みである、炎属性、水属性の、属性ダメージをさらに強化してくれる。だって倍になるんだもんね、オートスキルで。しかも自身も属性値を持ってると、水属性の。っていうのと、あとはヒットポイントとか、その防御力のその弱みもね、カバーしてくれるっていうところで、かなりいいんじゃないかなと思いまして、まあ、またね、昨日に引き続き、30連。させていただきたいなと
思います。ちょっと前半部分プレイ動画長くなってしまいましたが、30連させていただきたいと思います。まあいきなり星5期間、昨日ね引いた感じ本当悪くなかったんで、まあ昨日みたいに引いてなんかまあまあ狙いのものが出なかったとしてもですね、交換に回せるのでそれはそれでいいのかなと個人的に思っています。ということで今回はミコトちゃんのモチーフ、まだルシエルちゃんのモチーフも交換してないので、その2点狙いでいきたいと思います。はい、やっていきましょう。ミコトちゃんね、ほんと強いと思います。非常に将来性のある、あの属性値はちょっとねロマンありますね。モチーフいけた場合やっていきましょう。さあ来い。さあ昨日ね、おいいですね、本当に星4星5が、お本当に出る、本当に出る、やば、すごい出る、やばい、こんな出るもんなの、これさすがに出すぎじゃない。 1,2,3,4,5 いやもうこれで引かなくてもいいレベルだけど、こんなに出るなら引きたくなるね。やばいやばい、こんなに出るの、ちょっとこれ紙引きですねさすがに。はい、というわけでもう30連引いちゃいましょう。ただまだモチーフは出てないっていうねところではあります。はい、もう十分交換回せるんですけど今ので、もうこの期間引いといて後々の交換を楽にしよう。さあ来い。さあ1個出てくれればもうね満足するんで、さあ来い、さあ来い、さあ頼む1個、まあ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 さすがにね、さっきの初回10連目がちょっとおかしかったんで、ということで最後行きましょう。これもうここで出なくても全然文句言えないレベルに出てますねすでに。まあただ1個出てくれると嬉しいな。てかモチーフどっちか出てほしい、どっちかのモチーフ出てほしいな、お願いお願い、どっちかのモチーフ、おえちょ待って、今のそれっぽかったんだけど、そうじゃない、あこれそうだ、オッケー、ルシエラちゃんのモチーフが弾けましたね。はい、でもう一個出たのがこれ、昨日同じもの引きましたね。はい、双剣の星4も出たということで計7個、30連で7個も出ちゃったのか、かなりいいですね。しかも狙いのね、はい、よかったよかった、まだ交換してなくて、ルシエラちゃんのモチーフも出たということで、もうこれで十分僕はミコトちゃんのモチーフ武器交換できますので、交換してまた使用感とかも後日ね動画にさせていただければね嬉しいなと思います。やった、というかあれですね、本当に昨日コメントいただいた皆さんありがとうございました。まだ昨日ね本当に家帰ってすぐマスオさんとコラボ動画撮ってて、家帰ってすぐ引いたんで、情報調べずに引いてたんでね、はい、よかったです。よしということで、多分明日かな、マスオさんとのコラボ動画もあげますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひお願いいたします。なんか白猫の動画は本当に皆さんに応援されてねいい感じになってるなと思いますので、ぜひとも今後もご声援のほどよろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。